いつも ADMJTV をご覧いただきましてありがとうございます。お友の稲垣です。そして小林でございます。よろしくお願いいたします。はーい、これです。なんと、はい、2022年、まあ本当にいろいろと良い日が続いたりもしておりましたけれども、とうとう3月に最強開運日がやってまいります、はい、3月26日の土曜日が、はい、天赦日と、はい、一粒万倍日アンド虎の日と、はい、まあ、虎の日っていうのはね、あのどっかまで遠くまで行った、はい、虎がちゃんと子供のために餌持って帰ってくるっていうので、はい、その日に出したお金やいいものがまた帰ってくるって時だね、大体の話です、はい、ということで、その時に何するといいかっていうと、まあ一般的にはお財布をこう下ろすとか、はい、でいいのかな、使い始めればいいってこと。そうですね。はい。お財布を新しいものに。はい。ここから。はい。スタートするために。はい。今からご準備をという回でございます。うん、ということで。皆さんどれでしょう、ええー、早っ。これ、まあ、割と最新ものなんですけど、はい、私ね、ちょっと行ったり来たりしてたわけですよ。はい、去年までのオーガナイザー、はい。で、ちょっと今年になってから、まあ、買っておいた、L ジップじゃないや、ラウンドタイプ。はい。でね、でもやっぱりちょっと最近、荷物が少なくなってきて、で、お財布もあんまり持たなくなってきたったんで、またオーガナイザー気になってて、私ちょっと今回これですね。あ、オーガナイザーの紫。はい、へへ気になってたんですよ、紫色。これ良くないですか？ビューラ。ビューラ、ビューラ。はい。ほ、はい、ら、ちょっといいじゃない？うん、黄色。でも、なんだかんだ。なんだかんだ稲垣さんオーガナイズ使ってますよね、うん。そうなんですよ。お客様のね、お声で、YouTube の方にコメント欄に一度オーガナイザーの使い方を教えてくださいって書かれて、はい、そのままなかなか お答えできてないの申し訳ないんで、今度ちょっとそんな回も設けてください。はい、私が実際使ってるのをお見せしたいと思うんですけど、便利ですよ。はい。本当に。すごい、もう用足りますよ、私これで。うん、もう。実は先日も、ショップさんで、オーガナイズ、あっという間に完売してます。あ、本当に？はい。わかってらっしゃる。うん、ねえ、でもこのクロコダイル片押しのオーガナイズ、うん、なんかちょっと大人っぽくていいですよね。でしょ？で、ほら、ちょっとね、少しは明るい色をと思ってるんで、珍しくピンク。ね、パープル、うん、今年私はパープルって、そう。もう宣言されてますから。なんとなくなんですけどね。先輩で、ちょっと。はい。パイセン。パイセン。ということです。じゃあこちらです。はい。はい、じゃあそんな、はい、クミちゃんはどうするのっていうことで、バトンタッチです。はい。はい、いつも ADMJ をご愛用いただきありがとうございます。実は私は、うん、今年のお財布はもうオーダーしてありまして。そうだった、そうだった。忘れてた。グレージングのクロコダイルの、はい、実はブルートパーズが欲しかったんですけども、なくなってしまいまして、うん、結局何になったエメラルドにしました。うん、いや、それにもう、3月26日から使い始めようと思って準備をしているんですが、うん、もう手元来た？はい、もう来ました、私は。はいはい、ちょっと耳寄り情報なんですけど、何でしょう。今度、イベントで、その、クロコダイルのアールデコのお財布が、ちょっと現物で出るそうなんですよ。マジで。ちょっと私もおっと思っちゃった。そうなんですよ。そう。なので、まあ、それもね、そのタイミングで発表があると思いますが、まあ、発表したのかな、ね、してないと思います。はい。なので、まあ、それを狙っている方は、もしかしたら、千載一遇のね、タイミングでチャンスがあるかもしれないんですが、はい、やっぱりずっとクロコのお財布を、うん、持つというよりは私割とお形状に合わせて使ってるので、はい、今その合間で稲垣さんと同じモバイルポーチウォレット、はい、スリムウォレット付きの、はい、スリムウォレットがやたら使えるんです、はい、知ってます？知ってる。もうポーチがない時でも中だけの財布にしていて、なんて恐ろしいバッドなことをしてるんだろうと思いながら、すごい便利に使ってるんですが、どうしてもやっぱ薄いお財布私も欲しいなと思うので、うん、まあ、メインは今年はラウンドではなく、はい、
私もオーガナイズをクロコダイルのお財布と一緒に持ちたいなと思うんですけど。あ、実況ある中では。エメラルドと一緒に持っていいなと思うお色はやっぱり私、アンバー派かな。あー、エメラルドと一緒に持って。はい。へー、ちょっとエメラルドチックだ。チックな。似てるものとして。うん。こんな感じで。あ、本当だ、おしゃれだね。ね、もうちょっとグリーンなので、うん、まあ、一緒に持つこともあると思いますし、それとね、単体で、これ、ごめんなさい。何笑ってんの？やめてくれる一人で思い出しました。いや、ました。かわいい。半分壊れかけてますね。あら。少ないですか？いい色だったね。はいはい。私これにしよう。なんだ、いいね。何、何違うものまで手出して。こちらキーケースも、はい、あの、新作で。そうなんです。ちょっとキーケース、私もオンラインショップ見て、あれって思った。今、モーツワルトに実は、はい、セメントでクリスタルの、うん、マイバージョンのを使っておりまして、これがいい感じでくったくたになってる。知ってる。だいぶだね。だいぶくったくたになってるので、はい、なんかこのダウフィン？ダウフィン？ちょっと待って。そこ、その子のね、ちょっと、もう一個の水色もちょっと比べてみせて。私ね、ちょっとオンラインで、この2色迷ってたんですよ。はい、で、実物見たいなと思ってたから、ちょっと今日近くで。気づきですか？稲垣さんの声が真剣になってきました。もうね、力が入ってるでしょ、声に。全然違うんですよ。本当に。そんなことない。いや、今真剣。そんなことない。常に私は真剣ですよ、お客様。もう急に真剣になりましたでしょ。これね、自分が本当に選んでる証拠ですから。どうよ。いや、ちょっと待って。待って。私も。ほら、自分も真剣だ。いや、これにね、やっぱ、え、でもずっといつもじゃん、それ。そうね。でも、あれがメインであるのよ。そう、エメラルドね。うん。そうするとやっぱこれか。これですよね。うん。はい、決まりました。はい、決まりました。はい。これだけ避けとこう。ほら、ダメです。ですね。まだでもオンラインは全部商品あったね。はい。そうですね。見ました。昨夜見たばっかりなんで。あ、すごいですね。ありがとうございます。はい、ちょっと予習したんです。そしたらそれ見つけちゃった。奈々木さん、これじゃない？そうだ、色迷ったんだけど。こっちだと思います。そうですかね。かしこまりました。じゃあ、それ避けといてください。そうですね。避けとかないと、あっという間にね。なくなっちゃう、はい。本当に、去年辛い思いをしましたからね。辛いよ、絶対ね。もう本当にギリギリ。あれ、課長の意地だと思った。本当にギリギリだとなくなってしまうので、はい、なるべく早くご準備を、はい、あの、お願いしたいと思います。もう私は、だいぶ前に準備を済ませ、あの、サブを選ぶ ね、うん、あの、この回でさせていただいてますけれども、まあ、新色のデライトシリーズのね、うん、こうバーガンディデライトだったり、新しいザ・ビーンもついていたりしますので、はい、ぜひお選びいただけたらと思います。はい、それでは、3月の26日までのご準備をお忘れなく、もっと宣伝しろよって慌てて平野さんが、ませと言ってるので、宣伝します。ごめんなさい。ポップアップのニュースです。今日までですかこれ、はい。配信日の3月1日まで、うん、京王百貨店、新宿。宮脇さん行ってくださいました？まだこれからですか？まだちょっと、今まだ、これ未来の話になってるから、私たち。そうですね。はい、でも、これあの、ハッシーがおります。ハッシー。なので、今日までハッシー。25日1日か。そう。未来の話ですかね。歯医者さん。そう、歯抜けたからスケジュールが分からなくなってますね。分かりました。それでは、皆様、ぜひお時間ありましたら、今日までですので、ご来店いただけたらと思います。それでは今日もご視聴ありがとうございました。